株式会社神戸物産は兵庫県加古川市に本社を置く日本の企業。主に業務用食品の販売を手掛けるフランチャイズチェーン方式のチェーンストアである。1981年創業。小売店舗は業務スーパーのので全国展開しており、東名省は同社の商標となっている。本店については2021年4月3日より加古川市に移転。なお、 広島市に拠点を置く株式会社アクト昼食は当社の業務スーパーと業態が同じ店舗業務用食品スーパーを瀬戸内地方で展開しているが互いに無関係であるアクト昼食は業務用食材流通グループに加盟する企業でありその意味での業務用食品である事業展開はフランチャイズチェーン制をとっており神戸物産は 業務スーパーフランチャイズ本部及びエリアライセンス本部として経営ノウハウを統合し組織化したシステムを本部と加盟店の関係上で指導援助する首都圏地盤の酒市場山田を運営する株式会社ボンサンテと手を組んでいる店もある海外に50数カ所の自社工場と協力工場を持ち独自の成分表工程表で完全に差別化されたオリジナル商品の 開発、製造を行う独自のシステムにより、原材料の調達から、生産、管理、及び貿易、配に、販売までのサプライチェーンマネジメントの統合的な仕組みを作り、ローコスト体制の小売販売業というシステムを構成する。また海外での投資業務も行っている。二千十四年九月には、マンハッタンのサンウエスト36スストリートに、シャブシャブ店、 シャブシャブ、神戸を開店し、2017年には439から443ウエストゴーホースストリートに、畳と日本式の風呂を備えた91室7階建てのホテルと和食レストランを開業予定も計画中し、2001年8月2日に認可されて、以降、業務スーパーは登録商標であり、一般名称ではなくなった。神戸物産は日本国内で、 冷凍食品や加工食品などが主力のスーパーマーケットを全国展開している。業務スーパー独自のプライベートブランド商品に力を入れている。プロの品質とプロの価格を歌い文句としているのは今も昔も変わりないが当初の業態は飲食店経営者などを購買層とする業務用食品の小売業であった。その後は一般消費者向けのサービスが増大し、 在日外国人向けの輸入食品も売っていて、値段が安いため、一般消費者から支持される業態が形成されており、日本のコストコと評する声もある。店舗名、業務スーパーを掲げた看板などにも、一般のお客様代歓迎の文字が入るようにもなった。業務スーパーの特徴として、北海道、関東、関西、九州の各地区におけるロイヤリティは、 仕入れの1%と低く、営業時間の制約もないほか、商品を段ボールに入ったまま陳列する、箱賃やできるだけ、大手メーカー製造の商品を取り扱わずに、メーカーや海外工場との直接取引により、利益幅を確保しやすい、PB 商品の販売、廃棄ロスが出ない常温、冷凍商品メインのラインナップなど、フランチャイジー加盟店にも利益を出しやすい、 運営方法に特徴がある。一般消費者向けの PB 商品の一部は、ロゴタイプ部分以外は、他社の PB 商品と同じデザインのパッケージで販売されるものも存在する。なお、賞味期限が短い生鮮食料品は、業務スーパーとしては原則として取り扱っていない。そのため、FC 加盟店経営者の裁量により、業務スーパーとは別の流通網で仕入れている店舗も、 存在する。また、惣菜についても取り扱っていないが、昼食需要の高まりを受けて、PB 商品を使用した惣菜店をスーパー内に導入する計画がある。総店舗数は2020年12月末時点で、直営、FC 店舗を合わせて全国に896店舗を数え、そのうちの161店舗は、カー用品店の オートバックスで知られる G-7 ホールディングスが FC 扱いで運営している。なお、2021年2月25日にはそれまで唯一の空白県となっていた宮崎県に宮崎大塚店を出店したため、すべての都道府県に店を構えることになった。神戸物産は2025年までに1000店舗突破を目指している。A コープや全日食チェーンが撤退した地域へ、 出向することもあり、買い物弱者の救済を担うことも珍しくない。一方で、地元チェーンで間に合っているために、海部の地域も存在する。各家族化高齢化時代の需要から、キッチンパワーアップ、作業の標準化を確立した、惣菜物販の MS 及び HMR 型として、テイクアウト店舗と顧客の食卓代工業である、複合メニューの イートイン店舗を拡充を目指す。また同時に、食品スーパー及びキャッシュキャリーの店舗運営を行う。神戸クックワールドビュッフェ22店舗地総裁10店舗海外において、芸術やスポーツ分野で活躍できる人材を育成すること、日本の食文化を海外へ広めること、及び創業家の節税を目的とする。神戸物産株式の25%帳を保有する。 筆頭株主となっている。太陽光発電事業、木質バイオマス発電事業を展開している。創業者、沼田昭治は、1954年4月26日、兵庫県加古郡稲美町で生まれた。1973年に、兵庫県立高砂高等学校を卒業すると、同4月、株式会社三越へ入社して、神戸支店に配属され、 五福の販売を担当し、流通を学ぶ。その後、加古川市の株式会社入選で働いた。1981年4月に小さな食品スーパーマーケットを創業し、2店舗を営み始めた。1992年に中国の大連市に工場を開設し、日本の食品メーカー6社に工場を場所が使用して、自社従業員を使ってもらうことで製造ノウハウを。 蓄積。メーカーの M&A を実施して、そこで製造したわさびや梅干しなどの日本食材を欧米で販売するビジネスを本業とした。2000年3月に製造と販売を一体化した業務スーパー1号店をオープンして業務転換し、フランチャイズを中心に日本各地に毎週1店舗のペースで店舗数を増やしていった。2008年から メーカーの M&A を加速させ、グループ企業37社を参加に収める年商2000億円企業に成長させた。上期、フランチャイズ直轄エリア以外の地域において、フランチャイズ地方エリアが設定されている。うちは、本社所在地、業務スーパーに関するカテゴリー。ありがとうございます。